流し目のスナイパー龍小太郎でございます。いや、どうしたの？なんかね、歌からちょっと呼び出されてですね、ここにいるんですから。あ、そう。歌はどうしたの今日？小太郎さん、はい、お茶は好きですか？お茶好きですよ、もちろんじゃないですか。ちょっとその情報を小耳に挟みまして、はい、ペットボトルのお茶飲んだりしますか？しますよ。買いに行ってもらうのね、コンビニとかに。今回お茶が好きっていうのをお聞きしたので、はい、やってもらいたい企画がございます。お、やってもらいたい企画、題して利き緑茶、お二人にやっていただきたいと思います。利き緑茶、説明させていただきます。はい、まあ、今回4ついろんなメーカーさんの緑茶を用意させていただきました。はい、はい、ちょっとあららら、いつも見てらっしゃるお茶だと思います。はい、これをですね、お二人に一つずつこの後コップに入れて飲んでいただきます。本当に聞けちゃだ。透明なコップ用意しましたので、うん、見ていただいて大丈夫です。なので色とかでもこれ見ながら参考にして、はい、ちょうどいいもん。ちょろいですか。これまで僕もやるってことですかね。もちろんです、お弟子さんなんで。なるほどね、弟子だから分かります。これぐらい簡単だよな。簡単ですよ、これを外すなんてね。そうですよ、ね、4種類あげない、あげない。4種類ですよ、まあ、今回、はい、4種類用意しまして、はい、まあ、全部予想してもらった段階で答えを発表します、はい、これが大まかな流れなんですけども、はい、やっぱり今簡単っていうのをお聞きしちゃったんで、うん、今回罰ゲームをしました、はい、今回ご用意した罰ゲーム、はい、お茶といえば、うん、これセンブリ茶。バカヤロー、テレビで見るあのセンブリ茶、苦いってやつですか？苦いやつですね。うわ、センブリ茶、まあ簡単っていうのは聞いちゃったんで。いやいや、用意良すぎ。まあ、さらにですね、まあ、今回4つあります。当然外れていた場合、うん、複数個間違えてる可能性がありますよ。そうなのね。その場合、はい、間違えた分、うん、濃くして飲んでいただけます。いやないない、ないと思いますけど、うん、全部外した場合は4倍濃くして飲んでいただきます。想像つかないです。僕はもう全部当たった場合。お、いいよ、茶、お茶を差し上げます。これかい。いや、好きだけどこれどうにか。いいよ、やるよ。 あとはじゃあちょっと賑やかにします。わかった。自信のほどはいかがですか？任せな。僕も当てる自信ありますよ、本当に。わ、はい、かりました、はい、ではちょっと準備をさせて。かしこまりました。少々お待ちください。始まりました。わかりました。楽しみにしてて。早速参りたいと思います。はい、どうぞ。まず、はい、1つ目。よ、1つ目、1番。はい、こちら1番。はい、どうぞお願いください。ね、ちゃんと書いてるね。龍一。なんだこれ。龍一。これ頂戴します。うん。うん。わかった。わかった。早いですね。うん、でこれとりあえずこの段階で置いていただきます、うん。違うなと思ったら後から変更は全然していただいて大丈夫なので、うん、とりあえず現段階での予想をまず予想置いていただければと思います。じゃあ早速。私はここで。おお、よろしいですか。予想。私はここで。では来ました。二つ目。ほう。丸二。こちらお飲みください。どうぞ。ちょっと待ってよ。あ、これな。色なんかも一応生茶ちょっと見えないですけど、少し参考になれば。うん、来た。来ましたよ、うん、これパーフェクトになるかもしれませんよ。一応予想ですよね、予想ですよね、はい、ではこれは分かるわ。3つ目。これは分かるわ。どうぞ。これも優しいもんね。これちょっと待って、これ優しいもんね。あ、分かった。はい、これも優しいもんですね。はい、お二方とも多いよ。分かりました。優しい。4つ目。はい、こちらになります。うーわー、こちら、これはちょっと待って。今なら大規模な交代をしていただいても大丈夫ですよ。僕のこの言葉がどういうことを言うのか。これ結構わかんないもんだな。あ、俺こっちかもしれない。
生茶と生茶とここで迷った早田か。なるほど。俺もここでここで迷ってる。いいや、これでいく。俺はもうこれでいく。これでいきます。これでいきます。いいよ。生茶がお二方とも4番、伊右衛門小太郎さんが1番、ゆうきさんが2番、大井お茶、はい、こちらお二方とも3番、綾鷹小太郎さんが2番、ゆうきさんが1番、はい、答えを発表していきます。イエイイエイ。テンション高すぎませんか。でまずお二方の簡単って言ってました、はい、こちら大井お茶、はい、正解を発表したいと思います。はい、ください。こちらいきます。はい、3番。これね、はい、やっぱりこれはわかるよ。これはわかる、正解です。これはわかるよ。じゃあお二方とも揃っている生茶、うん、こちら行きたいと思います。はい、はい、行きますよ、はい、こちら2番ということで、そう正解、決定です。センブリ茶もうこれいっぱい確定、いっぱい確定。まだでもまだこっからですから、濃くなる可能性、ちょっと待って、まあ1個間違えてるってことはもう1つは必ず間違えてるんで、もう2杯なのは確定してるんですけど、はい、3杯の可能性もあるんです。そうですね、そこをじゃあちょっと阻止するから。かしこまりました。そう、やばいね、やばいね。じゃあ次はもう伊右衛門からいきますか。いいよ。小太郎さんが1番、伊右衛門さんが2番、うん、まあ、どちらか、うん、おそらく、うん、合ってるんでしょう。ほう、来たか。こちら1番小太郎さん正解。イエイ、これはすごい。ということで綾鷹は4番ということで、まあ、こちらお二人とも正解ということで、やばい、小太郎さんが伊右衛門と大魚ちゃん正解、はい、2つ正解です。ありがとうございます。2つ間違い、ゆうきさんが生茶、伊右衛門、綾鷹間違いということで3つ間違いになります。作っていきたいと思います。わかった。じゃあ覚悟してセンブリを俺が2杯、コナが2回分コナが2回分で、僕がコナが3回分。楽しみに見てて。飲むよ。作りたいと思います。じゃあまず小太郎さんが、はい、2問間違えましたので、はい、2杯入れさせていただきます。お願いします。はい、それで、はい、次ゆうきさんが3問間違えましたので3杯。あやたかみたいになってきたよこれ一応丸5っていうのは第5のお茶ということで最高ですね。はい、乾杯。センブリやばい、まだあります、ここにまだまだあります、まだあります、うん、まずい、もう一杯。あ、違うか、これはまずい、もう一杯、これ体にいいんですか、もう一杯これ後でちょっと飲んだ方がいいですか。そう、飲んだ方がいい、これは。じゃあ、美味しくいただきましたね、美味しくいただきました。いや初めての企画、キキちゃんをね、初めてやりましたよ、はい、いかがでしたか。いやでも簡単だって言った自分、すごく恥かきましたね3本間違えましたか僕頑張りましょうね、はい、これからももっともっと、面白い作品を皆様に提供できたらいいなと思っております。それでは、チャンネル登録、高評価、コメントもいただけると、嬉しく思います。それと概要欄に私のスケジュールも載っかっておりますので、ぜひ見ていただければ嬉しく思います。それではまた、バイバイ。やってまいりましたよ。これをちょっと飲んでみてください。1、2、イエイ、3、バカ野郎。後で混ぜるからね。みんなちょっと待っててね。1、2、
さあ、はい、はい、混ぜて混ぜて。いや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 。君たちこれはね、死んじゃうよ。なんか勇気喜んでんじゃん。いやこれをねちょっと健康になってほしいってね。はいはい、歌の顔。はい、うちのマネージャーの顔。これあーいいですね。意気込み、意気込みですよ。せーの、ジェイ。完璧に仕返しされたわ。歌どうだ。苦い。わかったよ。結構苦い。熱。はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。新宿旅がらす。